群馬県立気流高等学校は群馬県気流市三原町にある公立学校。通称、霧高。大正6年の設立から卒業生は2万名を超えている。文部科学省によるスーパーサイエンスハイスクール指定校。明治から大正にかけて県内他市において前橋中学の文校が設立される中、織物の町気流においては中学ではなく、 気流高等専職学校が設立された。したがって気流の学生たちは近隣の大谷朝の前橋の中学に通うことになり下宿生活を余儀なくされていた。これを憂えた気流町民が有志を集めて中学設立に奔走。1917年3月12日に町立気流中学校として創立された。旧生中学校として 勝率の形式をとっていた学校は全国においても数えるほどしかない。設立4年目の1921年には県に移管され、1948年に現在の名称である群馬県立気流高等学校となった。近年ではバドミントン部、卓球部、陸上部、少林寺憲法部、吹奏楽部などの活躍が目立っている。バドミントン部は 公式や球部に劣らない成績を残しており、関東大会の出場回数は、関東の中でも5番目に多く、県内では2番目に多い出場回数となっている。開校以来男子校であったが、1998年から男女共学の理数科を設置した。しかし普通科の方は依然として男子のみであり、男子生徒の方が圧倒的に人数が多い。 定員は普通科が200人、理数科が80人となっている。ここ数年の進学実績は上昇傾向にある。制服は男子校時代から引き継がれており、金ボタン5個の黒爪り学生服。女子制服は紺のスーツスカートとグレーのリボン。2021年度に気流女子高等学校と統合する見通し、独立自尊、文部領土心理を愛し、 公正な判断力と実行力を有する人物を養う。自由と平和を愛し、責任と礼儀を重んじる。民主的な、明瞭健康にして、勤労を尊ぶ精神を養い、かつ、勤労に耐える体を作る。戦前は、効果は3番公正であったが、戦後に2番目の歌詞が、軍国主義的であるとの理由から削除された。現在では、幻の2番と呼ばれる。 プロフェッサービジット2018年度プロフェッサービジットが2018年10月12日に開催された。国立大学13校の教員が全国各地の高校を訪れ最先端の研究成果や大学での学びの楽しさを伝える企画で、公立諏訪東京理科大学の山田明信教授によるタイトル人工知能の芸術分野への挑戦についての出張講義を行った。 JR、渡瀬、せ、渓谷鉄道気流駅から徒歩5分、高下電鉄西気流駅から徒歩10分と、交通機関が利用しやすい立地にある。東武鉄道新気流駅、曹楼駅からは、市内循環バスである、織姫バスを利用することになる。緑市、大田市藪塚本町地区からは、自転車通学をする生徒も多い。周辺には、気流市立図書館や新川公園があり。 感性な環境である。現在、各生徒の進路実現のため、夏季休業中の補修や土曜日に、補修やもし朝補修、進路指導の強化や、大学見学、講義なども行っている。また、修学旅行の日程の中に、現地の大学、企業見学が内容として組み込まれている。こういった改革や、積極的な受験指導により、大学合格実績は、 国公立大学合格者数、難関次大合格者数とも増加している。講述する群馬大学との関わりもあるため、群馬大学へ進学する生徒も毎年多く見られる。また、探究という授業も行われており、生徒はそれぞれの関心のある分野を決めた後自分たちで研究テーマを設定し、教員の指導を受けながら論文の作成を目指す。 平成10年に新たに設けられた理数科は、ものづくりの伝統を持つ気流という土地柄と地元に群馬大学工学部があるという好条件を活かし、他にはない教育を目指している。特に4月には理数科オリエンテーションが行われ、自然科学への興味を深める講義、コンピュータの基礎を学ぶ学習などが行われるほか、サイエンス合宿などのカリキュラムが組まれている。 その他にも、英語でのプレゼンテーション授業なども行い、世界に通用する人材の教育を図っている。ロケット製作、実験の分野での活動が近年評価され、第5回ったネガ島ロケットコンテストに、唯一の高校生チームとして出場した。また、カンサットと呼ばれる衛星の小型モデルのようなものの、製作を毎年行っており、宇宙甲子園などで様々な成果を残している。 行事は、体育祭と文化祭が一年交代で交互に行われるほか、修学旅行やマラソン大会などがある。体育祭は、水面配争脱大運動会、文化祭は、三四祭と呼ばれ、それぞれのご野菜では在校生のみ、参加できる、かム字という日で文字を表す、模様仕事がある。古くから続く伝統行事であるものの、 近隣からの苦情もあり毎年存続が危ぶまれている。そのため実行委員や生徒会では懸命の努力を行っている。同校は戦前から戦後にかけて北関東の高校野球界を牽引する存在であった。以下において甲子園大会での戦績のみ記載する学術、研究芸術、文化政治経済放送スポーツ芸能。ありがとうございます。